り部の岡本正夫です。今回は大安町おいだの市の指定無形民俗文化財おいだ弁天祭りをご紹介いたします。この記念碑には弁天祭りが行われるようになった経緯が刻まれております。文久3年1863年故庄屋院善六郎王がこの地に池を掘り神水を構築して後世の干ばつに凶作を免れることができたとあります。神水の構築は143年前大変な難工事で全長約400メーターの水路のうち川幅約80メートルもある宇賀川の川底を掘り割って水路を横断敷設したものです。この工事によって約56ヘクタールの水田が今なお大きな恩恵を受けています。当時おいだ地区の農民はこの場所に水神様を祭り奉恩感謝の意を込めて弁天祭りをはじめ合わせて庄屋院善六郎王の遺徳を現在まで伝えております。この祭りは文化的歴史的に由緒があり神水の歴史とともにおよそ140年の歴史があります。その間祭りの進め方もその時々に必要に応じて形を変えてきました。弁天保存会会長に現在の様子を紹介していただきます。大安町おいだの伊藤正樹です。私たちの継承する弁天祭りは朝の水取り神事子供奉納相撲夜の出し引き高張提灯行列など演ずる者も見る者も共に楽しむおいだの一大お祭りでございます。弁天祭りは毎年8月の第4土曜日においだ自治会と保存会が中心となって盛大に行っています。時代の大きな変化の中で何とかしてこの由緒ある祭りをおいだの伝承事業として次の世代に継承していくことを願っております。